モンパチのフェスに行きたいです。はい、こんにちは、ホカピーです。はい、この前9月だったのにもうすっかりね10月になったんですけども、早いですね。まあ久々のホカピー YouTube、 何をあげようか悩んだんですが、今日はドゥービーブラザーズのリスティンツーザミュージックをお送りしたいと思います。とりあえずそうですね、まあちょっと私が、まあ、この曲をね聞くとねやっぱ思い出すんですよね。ドゥービーブラザーズが青春だったっていう方ももしかしたら見ているかもしれないんですけども、私にとってこの曲はまあ大学のですね、まあ苦い思い出というかあるんですよ。それはちょっとまた後半に、お話ししたいと思います。ひとまず、じゃあ私がベース弾いてみた、Listen to the Music ドゥービーブラザーズですね、お聴きください。この秋の感じとかに合ってるかなと思いこの曲を選曲しました。でも私がですね、もうせっかくなのでちょっとね、私のいつもたわいもない話もいいんですけども、まあ、せっかくなので私は一応こう見えてですね、あの昭和音楽大学っていうところ出身なんですけども、そうなんですよ、あのこういうベースとかギターでね音大ってあるんだっていう結構話とかもよくこうして驚かれることも多いんですけども、でも私はベース専攻で学んでいたんですけども、まあ、その時にですね、あのアンサンブルという授業がありまして、あーねー、そのねアンサンブルの水曜日5限目が来るといつもこうお腹が痛くなるんですね。もうそれぐらい私にとって結構プレッシャーで、まあね、長野のねこうなんかのどかな感じでさ、こうなんかベース弾いて歌っててちょっとチヤホヤされてたわけですよ。私は中学、まあ高校かの時とかで、まあ大学で神奈川のその小音楽大学ってとこに行って、でそれでもうめちゃくちゃみんな上手くて、周りのベーシストが、でそれでもう知識も技術もついていけないし、でもまあ下手なら下手なりに、まあ、もう変なプライドとかももうないし、
もういっぱいみんなからこう聞き出そうと思って、こういろんな話をね聞いたりとか、知識を聞いたり技術をこう磨いたりして頑張っていたんですけども、まあ、アンサンブルっていうのはなんかそのなんて言うんだろうな、自分の下手さをもうさらけ出すみたいな感じだったんで、まあ、どんなに練習してもどんなに頑張ってもやっぱり最初の1年とかは本当にもう辛くて、なんかソロ回しとかあるんですよ。まあセッションとかね行けばもうそんなのいっぱいあると思うんですけど、もうソロ回しができないし、もう当時もう本当に嫌だと思って、なんかそういう苦い思い出があったんですよ。だけどとりあえずね大学1年は、まあ、頑張ろうと思って、主科のねそのベースの先生にも相談して、まあ、まずは、まあ、ベースボーカルもいいけどまずはベースを磨こうみたいな、でボーカルはボーカルでボーカル の, あのコースとか、こうなんて言うんだろう、ボイトレっていうかね、そういう授業もありまして、あと私声楽も取ってたんで、クラシックのそういうのも取ってたりして、まずそこはそこで磨いてベースはベースでちゃんと勉強しようと思って、で先生にすごいね宿題を出してもらったりして頑張っていたんですけども、まあ1年はとりあえず頑張りました。もうそういうプロと か, なんかオーディションとかこうあの学校外の活動とかそういうのは全く置いといて、とりあえず丸1年は頑張ろうと思って、もう闇雲に練習とか、もう本当にこう知識を磨いたりとか、なんかもうベーシストのノートみたいなのも作ったし当時で、じゃあ2年目大学2年のアンサンブルの、まあ、最初の春ぐらいから確かねチェンジ・ザ・ワールドとかやってたかな。であの時もまだやっぱりちょっとこう苦手意識があったんですけど、こうみんなと一緒に演奏するっていう。でもねあの夏休み挟んで2年の秋後期からっていうのかな、後期だっけもう忘れちゃったんだけど、後期からはね急になんか自信を持ち始めて、何をきっかけにかよくわかんないけど、でなんかもうソロとかもなんかこう自分なりにやれるようになって、なんかあ自分はなんか最初はね闇雲にとりあえずこうペンタトニックとかスケールの流れでやろうとか思ってたけど、やっぱりもともと私作曲とかもあの全然別でピアノでやったりしてたからか、結構メロディーが浮かんだのをこうベースで弾けるようになってきたんですよ。でまずそれでソロが解消されて、でまず基礎とか技術を学んだから、なんかその難しいフレーズとかも結構その場で弾けるようになったりとかして、徐々にこうアンサンブルが楽しくなってきたんですね。そこからなんとかこう挫折からこう這い上がるというか上がるようになってきて、まあそれからさらにこういろいろ積み重なって今があります。まあなんか本当にあの私は大学1年のもう6月にね大学を辞めようと思ったんですよ。もうこんなみんなについていけないしと思ったけど、まあお母さんに怒られて電話でね、もう帰ってくんなみたいな自分で大学に行きたいって言ったんだろうって言われて、だから本当に辞めなくてよかったなって思っています。まあその都度その都度人生でいろいろな岐路があるけど、でも自分なりに音楽は続けられるって分かったし、まあ今もね妊娠してね、こうやってあの自分のペースに動画上げたりしてるけど、自分なりに音楽も続けられるし、続けることがね本当に大事だなと思って、やめることってすごい簡単だし、だからなんかなんだろう、こう音楽でプロ目指してたりとか何か別の事情でねこうなんだろう音大に進めないとか音楽を学べないっていう人も、なんかこう私も自分の経験をこの動画を通してぜひこう話して、なんか誰かのこう力になれたらとも思っているので、またぜひ今後も見てもらえたらと思います。何かそういうので相談とかなんかあったら、ぜひ Twitter とか Facebook とか何でもコメントいただければ、私結構ね、なんだろう、親に本当に反対されてて、高校3年の2月まで決まってなかったんで大学が、だからもう自分なりにこう説得して、自分も納得して、なんかこうなんだろう、音楽の道に進むっていう、それなりの結構経験をしてきたので、しかも挫折も味わったし、でそこからまあプロの活動をスタートした経緯とかいろんなお話が多分私の目線でできると思います。まあもうすぐ産休に入るんですが、でもこういう経験だって自分にしか多分できてないから、またなんかこう動画もせっかく動画やってるんで、ただベースを弾いてみただけじゃなくて、いろいろ皆さんがためになるお話もできたらなと思います。なんかねこういう悩んでたりもがいてる、してるもがい
ったりしてる人に届いたらなと思います。では、今日は話が長くなってしまいましたが、また次の動画で会いましょう。でそろそろ、ね、スピッツをやりたいんですよ。スピッツでなんかやってほしい曲とかあったらぜひ教えてください。私はもう全アルバムを持ってるので何でも買いです。では、オカピーでした。バイバーイ。